沖縄水教連の明日は会社を休みます。はい、乾杯。乾杯。しました。じゃあ今週火曜日も何日か分かんないですけど、記憶ないんで、なんか分からないですね、こっちはもう火曜日だっけ、今日は火曜日です、ね、あ、そっか、このラジオがこれがやってるってことは火曜日です、やってることは火曜日だ、そうだそうだ、これがある意味なんか時間を、曜日を知らせてくれますよね。いや、これが曜日をむしろ、狂わせている、狂わせているよ週末っていう軸を狂わせてるから、ちょっとよく分からなくなってきたよ。今日火曜日か、そうですね。じゃあ今日もこのポンコツ3人組でいきますか行きましょうかはい、もうあれ、ちょっと待って、初じゃない、ギャラリーいねえやばい、ついについにここに来て、やばい、もう飽きられた、みんな番組2ヶ月超えてついに飽きられたか、これこんなもんですよ、こんなポンコツの酔っ払いのおっさんが、まだわかんないですよ、結構後々ね来る方々もいたので、あ、そうですね、その、いやでも全然今日ツイキャスの方からコメントが始まる前にすでに来てます。はい、そんなスピードで、まこっちゃん、エマさん、イエピーから、3人のトリプルこんばんはが来てます。いや、ギャラリー行きましたギャラリー行きましたね、遅れ場所だから飲んでますね優雅にレモンサワー飲みながら歩いてきましたねギャラリー行きましたね、レモンどうですね、あれありがとうございます。水教練今回も始まりましたね、毎回毎回試合だからね、これ、うん、そして毎回先週末の記憶を取り戻すことから、そう、いやもうほんと火曜日がいいんだよね、ちょうど、うん、そうざらいしてたらでも30分ぐらい過ぎてるんですよ、濃いもんめっちゃ濃いもん、いや先週は結構やばかった気がする、先週はやばいです、でも先週っていうかもっと遡るは先週のこの放送からやばかったけどそうか、それキリがなくなるので、先週の木曜日ぐらいから飲んでない日がないですね、水郷ですね、あ、昨日ついに飲まなかったんですよ、しかも昨日めっちゃ体調いいっていうそう、1日で2週間取り戻せる、大丈夫です、最強だね、昨日そうですね、しゃぶしゃぶ食って、そう2人で、僕とアイパーは昨日バークレーでしゃぶしゃぶ食って、めちゃくちゃ体に良さそうなメニューを、ちゃんと野菜も肉も取れて、豆腐とかをたらふく食べて、あら、もう健康ですよ、お酒も飲まないでしゃぶしゃぶ、もう本当に、あ、でもちょっと奇遇なんですけど、自分も昨日朝と浩二で友達から飯食いに行こう誘われて、はいはい、焼肉行ったら東公園ってとこね、松山のね、ああいいとこじゃないですか、そうそうそう、で朝と浩二がおごるって言うから行ったら普通に焼肉だけ食べて帰った、あ、昨日はそういう日だった、そういう日、お酒飲んでないですよ、計らずとも、計らずともたんす、ね、そう、しゃぶしゃぶとか焼肉行ってるのに飲まないってあんまないけど、むしろ飲みたくなるようなステージですからね、いや昨日はちょっとギリギリ迷ったけど、朝と浩二が俺の店が飲んでいいとか言うけどさ言われたけど、それに打ち勝っての今日なんですね、いやいっかなっつって今日はなんで勝ちました、いやもうからの今日なんで飲めます、まあ飲んでますけどね飲んでますね、今日がっつり飲んできてますからね、今日本当に今日でも亀仙人、そう、本日の助走、亀仙人、亀仙人、竜宮通り店、もう行きつけの、もうおっちゃんがすごい優しいんですよね、あのおっちゃんがいいから行ってるようなもんです、まあ県内亀仙人いくつかありますけども、まあ、全部いい店ですけど、そう、竜宮通り店が我々は大好きで、我々が好きなのは竜宮通り店店がというか、この大将の荒垣さん、大将すっごいいい人で、めっちゃ渋いんですよ、なんか髪もちょっとリーゼントみたいな感じで、今日もハーレーダビッドソンの T シャツ着てたしあれ売ってたのしかもね、見たらこう友也さんとか来たらなんかオースみたいな感じでなんか声かけてくるし、いいよね、で今日水球のポスターをお願いしたら心よく貼ってくれて、なんならもう一枚こっちに貼るかみたいな、そう、2枚貼ってくれて、なんか記念に写真でも撮るか撮ってたら、そのお客さんがなんか隣のそうお客さんにも紹介してくれてね、紹介してくれて、内地から来てる、そのお客さんとも写真を撮るっていう、いや沖縄の有名人なんじゃないかって言われて、我々ね全然有名じゃない、有名じゃないですけどもいやすごいじゃないですかってポスターさして、あれでもあれっすよ、ポスター作るとすごいことしてるみたいな空気出るんですよ、僕バンドいっぱいやってるからよくポスターこれから県内各地にどんどん貼りに行くのでよろしくお願いします、ポスターめちゃくちゃ出来が良すぎて、確かにあれすごいオーラ出てる、あれあのポスターはもう毎回この水郷連のデザインしてくれてる、いやレペゼン沖縄のはじめさんがやってくれてます、
いやあれめちゃくちゃよくできてるもんね。県内、そう、那覇市内、まあ那覇市内中心に多分ちょこちょこ貼っていくんで、そう、ね、見かけたらなんかラッキーぐらいな感じで、ステッカーも貼ってるけどね、ステッカーを縄張りですよぐらいな感じで貼ってるけど、そうですね、ポスター思わぬとこでステッカー見かけますからねなんでここに貼られてるのみたいな貼ってる誰かがいるんですよ、まあ、ギャラリーが怪しいっすよ、まあ、ギャラリーしかいないですからねいやもう一番ありがとうと。いやいやもう終わった後のギャラリーの皆さんともね、あの飲みに行ったり交流会ということで、すいませんね付き合わせてあの しているので、皆さんギャラリーで会おうってそういうことなん で、よろしくお願いします。アフターで、あの飲むことアフターあるん、いや同伴もしますよ、同伴もします、同伴も全然してますので、亀仙人同伴から あのアフターあるんで、7時ぐらいから毎回。じゃあその本日の助走を上げてるっていうのは、あのあれなんですよ、アンにここに僕らがいるよっていう、そう待ってるメッセージなんですよ。ちょっとあたこ焼きできました、ありがとうございます、ちょっと取りに行きますちょっとたこ焼き注文してたっす持ってきてもらった方がいいですか、隣の花火屋さんですねちょっと取りに行きますよたこ焼き下田が本番直前にたこ焼きを注文して今出来上がったという。オンエア中にたこ焼きちゃんと食べきってください。そうそうそう、今目の前にあの一人で今屋台という花火屋さんのね、あの店の前に、隣の居酒屋さんの前に目の前に屋台がありましてですね、あのたこ焼きを、そうたこ焼き、2週間前か3週間前はこっちで飲んで本番来たんですよ、あの助走で。あそうだね、助走でね、隣の。今日はちょっとたこ焼きがもう超目の前にあるので、もうこのガラス越しに見えるかな、ちょっと頼みましたねすいませんね、あの食べながら美味しいかどうか感想とかも全部あの丸聞こえっすよ。そうだね、たこ焼きをこのフットワークの軽さもいいその FM 那覇っていうのは。そうですよ、 FM 那覇だからですよ、これは。このいただきますゆっくり食べておいてください。まあでも下田さんも僕らもあの先週末はライブが、まあまあ重たいライブがあったので、みんな目白押しじゃなかったですか、昨日、先週は。先週はね、やばかったよ、たこ焼きうめえ。 あよかった、おいしいです。エマさんが食レポっていうことでくれてるんですけど、花火屋さん、たこ焼き、たこ焼きと、いただきました、いただきます、いただきました、美味しいです。あ、全然来ない多分職務を全うしてるんでやっぱこのたこ焼きと、レモンチューハイということで。あ、これ最高じゃないですか、こう熱々のものを炭酸で流し込むとんでもイエス、イエス、満足、OK、このスタジオはとんでもないソースの匂いがムカつくくらいいい匂いがしてる。めっちゃ猫舌なんで絶対無理っすね、まだ最後に。まあまあまあ、どうぞ皆さん食べながら行きましょうか。あ、ごめんね、あのイベントね。そうですね、小ぶりで。まあうちら、僕らニードリードユーザーはですね、土曜日アウトプットで、もうイベントねっていうか、もう余裕で知ってますけど、グーフィーズホリデーのレコ発で知ってるよ、もう土曜日グーフィーズホリデー。シャチが県外からゲストで来て、県内からワンチャイとニードリードユーザーと、ま、なんて読むか分かんないんですけど、このバンド イスーですかね。花火さん、ありがとうありがとうございます。熱々で最高に美味しいです美味しいですまた行きます。またあのお邪魔します。どうもどうもどうもぜひまた飲みに行きます。花火さんからありがとうございますそうそう、まあまあそういうイベントがありまして、あ、どうですね、あのシャッチ、ニードルのユーザーグーフィーからのワンチャイからのイスーですね。イスーって読むんですかね、イスーってですかね、あ、まあ、読み方わかんないですけど、イスーですよ。イスーかっこよかったですよ。イスーかっこよかったですねDJ マー前列であの号泣してましたから。してた、してた。イスーってそういう意味ですかいやまあとにかくひたすらいい、もうイベント本当に出演者みんないいライブでイスーめちゃくちゃ良かった。良かったな、あれ本当に良くて、久しぶりに会う人もいっぱいいたし結局僕はぶっ壊れたよ、また。そうですね、また結局壊れた。島さんはあの打ち上げ短いののれん街で、のれん街おでこからあのジョッキにダイレクトにあのロケットダイブ、すごいダイブして、すいませんでした、ガチャガチャガチャって、すいませんでした、アディオスしたその後いなくなったって話で、いやその後はね、あのちゃんと僕がタクシーで送り届けました。ありがとうございますで下田さん、タクシー下田さんの家の前に着いて、もう家の前ですよってずっと頑張って起こしてやっと来たと思ったら、なんか突然なんて言ったらいいんだろ う、 こう両手を広げて、はこのビジュアル系のボーカルがよくやりそうな
いやもうこれグレーのテルとかでよくやる。グレーでしょ、テルでしょこれ。あのポーズで突然タクシーから降りて、しかも歌いながら。やばいね。全然謎の歌なんですよ、しかもそれ。謎の。あ、なんかよく朗読みたいなことなんかして。そう、なんかよく言ってた、みんな小屋も言ってた。オリジナル歌い出すって言ってでもそれで島さん、タクシー代を払ってくださいって言ったら、あのそのまま歩いていきました。え、両手を広げたまま。タクシー代は払うよ。両手広げたままあの最後まで歩いていきました。タクシー代は払いますすいません。じゃあ履けていったってことですね、ステージから今日というステージから。運転手ドン引きしてましたね。運転手はドン引きするでしょうね。自分もドン引きしてたけど、まあなんか僕はそんな酔ってなかったんで。なんで酔わずにいられるのかがわからないっす。もう僕あのイベントで。とまえ出番があるからか。それもあるかもしれないですね。いや、あの日のニードリードユーザーの演奏が俺見てなくて一番良かったってあの日も言ったけど、偉そうに。でもなんかいろんな人からありがたいことにそういうことを言われました本当に。いやでもじゃあそうなんだよ。今までで一番いいとかな。今までで一番良かったよ。外音がなんかすごいみたいな。すごいよ、すごかった。ちょっと演奏もテンションも。外音のバランスがいいってのはまあアウトプットの浜さんの力なんですけどね。いや出音のあれもあるしね。あのめちゃくちゃニードリードユーザーよく。あのサポートで入った私が言うんだから間違いないですよ。あ、ね、ベースとしてだ。メンバーは誰も納得しないかもしれないです、俺が言ったことに対してはね。そうだと思いますけども、この日は一番私は良かったと心から思っておりますよ。みんな良かったですね。めちゃくちゃ良かった。いいイベントだった。シャチもグーフィーも往年の名曲も混ぜてくれてたし、新しいアルバムからももちろん。あんな大先輩でね、あんなライブやってくれたら。グーフィーの新譜の5曲目に入ってる You って曲がこのアルバムで一番いいなと思って、やっぱそれもやってくれてちゃんと、うん、その瞬間が一番テンション上がりましたね。めっちゃかっこいい。隣見たらワンチャイのカーズもなんか飛び跳ねてました。変な動きしながら。ワンチャイのカーズ、もういろんな人がね、もうオーディエンス来ずにちょっとなった日だったなっていう。いやまあいいイベントだったってことで、うん、まあ翌日も、まあ、日曜日もがっつり飲んだんですけど、このそうだよね。もう俺も起きたかったですよ、めちゃくちゃ。結局その遠藤さんともうちょっと飲みたかったですね。まあそうっすよね。ネックス社交場で中尾健太郎さんのまたあの前をライブ見に行ったのに、あのとまた一緒に遊んだみたいで、日曜日も。まあ遊んだというか、あのこのすぐ FM ラハの目の前のリトルロッカーズで、ああイベントやってて、中尾健太郎さんとかもいて、羨ましいですね。まあ、でも僕はもう面識ないんで、もう。そうですね、私もないです。便乗して挨拶した程度ですよ。ただ嬉しいです。イベントやってたその時に。そうそうそう、あのロビンさんとかもいて、はい、ダニーの、あの皆さんは一方的に知ってるぐらいの。そうですね、まあ、ツイッターで、あの祭りいるね、こういう有名なバンドマンいっぱい出てくる。楽しいよね。単純に。そうそうそう。ただ、ね、やっぱりあのこの今大御所が来るとやっぱり何か大御所が集まりますね。あ、やっぱ世の中、いやテンション上がるな。こっちはキッズとしてはめちゃくちゃテンション上がりますよ。もういただけでテンション上がるやつです。いやそういうのやっぱりそういう人はそういう人を引き寄せることがありますからね。そうそう。だから土曜日本当に久しぶりに会う人めちゃくちゃ多くて、あ意外な人にも会えたし、だからなかなかライブに来なかった人とかも、あ久しぶりに来てくれたり、久しぶりに。その日僕がもう忘年会で全くライブに行けず、すごい悔しい思いを。あ、そっか、やっぱそうだった。職場の忘年会の幹事だったんで。幹事。もうお金も管理してたからどうしても抜けれず。やばい、もう無理なやつだ。ちょ、悔やまれますね、こんないいライブがあったのに。そう、ちなみに今あのツイッターでチャーリーさんから、はい、お乾杯と。あ、はい、ちょっと出遅れましたが、乾杯です。乾杯です。ハッシュタグちゃんと沖縄水郷で、ね、はい、すいませんお願いします。あ、ちゃんとあの学習してます。してますね。頑張ります。学習してますっていう方は、そうですね。ギャラリーもちょっと続々と増えてきて今、お、いい感じだ。どうもどうも。いつもありがとうございます。スロースターターですね。ありがとうございます。こうツイキャスのコメントとかでもいろいろポスターっていくらですかって AP さんが言ってますけど。ポスターただでしょ。イエピーさんはじゃあ200円とか500円ぐらい。そうっすね、まあ、いくらって言ってくれてるんで。そ
お金を出してくれるのかなと。それはちょっと。あ、じゃあ、ゆぴの残高次第で。残高の 1% で。残高の下何桁とか。まあまあまあ、いくんじゃない。OK、OK。いや、全然タダで。貼る場所あれば全然タダでどんどん。むしろ貼っていくんで。うん、もう。ありがたいですよ。自宅に貼るのでもいいですよ。家のトイレでも。島田さん、あの。はい。いいですね、ギャラリーどんどん集まってきたんですけど、ちょっとそうですね、今気になる方が、この間死んだ人が生きてる、ちょっとゾンビが、ちょっと何週間か前の、あのもう忘れたんですけど、水郷連ラジオで話題になった脳天直下であの救急車で運ばれた方が今ギャラリーに一応確認して、あの影あるかどうか影がなかった場合ちょっと大丈夫かこれ、違うところから来てるかも、垂直落下して頭パックリってイベント終わらせた人が来てますね。よかった来てて、フィニッシャー、なんかあのメロンとか高い梨とかにかぶせるネットはもうかぶってないんですか。よかった、衝撃吸収のニットキャップでいいんだ、生きててよかったですね。いや、生きてこそ飲めますから、ありがとうございます。もうギャラリー4分の3がメガネ、ありがとう。4分の3また増えた。銀ちゃんも来ました、あらす。ということで、まあ、なんか本調子に行きましょう。ありがとう皆さん。そのさっきポスターの話で下田さんにポスターあげたらくしゃくしゃになって捨てられてたっていうのを聞いたんですけど、ちょっと待って、どういうポスターっていつもらった。先週の土曜日に僕はアウトプットで下田さんにポスターを渡しました。先週の土曜日2枚、あ、もらったよ。そう、そのうち1枚がのれん街にぐちゃぐちゃになって、もう放り投げられて、じゃあ1枚はアウトプット貼ったんだよね。自分で貼ってよ、アウトプット貼っていって言うからさ、あの控室の一番目立つとこに貼って、確かあと1枚あった、あった、あと1枚あった、あと1、そのあと1枚がのれん街にぐちゃぐちゃでもう放り投げられてたんで、放り投げたんじゃないよ、かわいそうすぎて持って帰りましたよ。ごめん、これはぐちゃぐちゃ、これは多分もうこれに向かってもっしたレベルでしょ、どうせ。しかも見つけてくれた、あ、僕のことを見つけてくれたのも社長の、ね、武さんとかだったりとか、もう申し訳ない話しかないですね。いいですかね、これでも帰ろうとしたら下田さんがいないってなって、すみません、いつもいつもいなくなって、もういなくなるのがデフォですからね、うん、やっぱ北海道ツアー冬のうちに行った方がいいですよ。行かない方がいいです。あのいなくならないっていうこの能力を身につけるために、いなくならないか、下田さんが写真になって帰ってくるから。いやもう本当に行きたくない、固くなった下田って固くなで写真で帰ってくる。でも意外にね、あの本当にやばいと思ったらね、あの飲まないとできるんですよ。今日は大丈夫と思った日にいつもこれやっちゃうんですよ。でも下田さんの生まれも育ちも沖縄だからやっぱこうなるんですよね、多分。北海道の人だったらやらないですもん、ね、南国育ちゆえのわんぱくってことですよね、きっとね。やっぱ暖かいから、これは仕方ないですよ。北海道だったらすぐ固くなって、北海道で一回修行した方がいいですよ。いや、行かないです。行かないですというか。いいですよ、もう怖いよ。めちゃくちゃ怖い、本当に。北海道の夜中、本当に、あ、これ死ぬなってなりますもんね。やばいですね。あの耳があるか分からなくなるぐらい。この耳やってしなくて、これはあれですね。めちゃめちゃ寒くて。地域選んだ方がいいですね。分かりました。まあ、沖縄以外、冬、大体そうですけどね。そうだよね。まあ、北海道別格ですけど。いや、そんなことだ、まあ、今、半袖でいるぐらいですか、こっちは。あ、ストレーマンの大吾さんからツイッターで、はい、諸作さーんと、あ、そうですよね、諸作さーんと言ってますけど、安否確認今初めて正式にできたの今水郷連だけだと思うんですよね、まあ、上に天使の輪っかついてないんで大丈夫ですね。あ、でもなんかネットかぶってね、青いやつでニット帽じゃないですか、ニット帽、あ、よかったということで、なんか回収っすよ、あのいろいろと。毎週事件が起きすぎなんだよ。起きすぎですよね。これ水郷連聞いてる人でもさ、そうそう、これ何週前やこれの諸作さんの、あの、いやもう分かんないですよ、こっちも救急車は分かんないよね、分かんないですよ。名護だってもう大昔に感じるもん、めちゃくちゃ。いや割と最近です、2週間も、俺も大昔に感じるもん、ゆういちが謝ったとか。そういう話も毎週起きすぎでしょもう。いやもう土曜日曜最高だったよ、ほんと。毎週そんだけ楽しいってことですよ。島田さんも先週イベントあったじゃないですか。あ、そうそう、自分はまた土日、あ、じゃあ日曜日に日本入ってたんで。あ、そっかそっか。そうそう、ミルク&クッキーのすぐそこのサウンズグッドはもうほんと出番だけ終わって、沖縄市のジグザグの方に、自分が出たイベントはその今日の FM 那覇の明日水曜の9時のから生放送のドッカンレディオっていう
マッキーってやつがやってる、はい、ラジオの明日の番組ですよね。ドッカン、そう、ドッカン、スーパードッカン、超ドッカンフェスっていうので、まあ一応ゲストでね、元ジュークの岩瀬慶吾さんですね、俗に言う慶吾ですよ、ジュークの慶吾、慶吾で、慶吾の方ですね、慶吾の方、ね、完全に、まあ、僕は思春期に聞いてましたよ。そうですよね、みんなもう、みんなもカラオケ行ったら大体誰か歌うっていうレベルの、自分も毎回歌うで、今日もちょっと T シャツね、ツイキャスの人はこのノーディアノーミュージックって来て、これキーヨさんっていう、また岩瀬さんとよくツアーを回ってる2人が来てからの、あとマッキーのドッカンレディオのそのイベントでちょっとやった、あとアイドル2組と、おお、いう感じでですね。アイドルはどうですか、アイドルの部屋には、はい、アイドルの部屋には寝てる時にパッて行ったりとか、アイドルは、ね、喋ってないんじゃないかな。唯一話しかけてきてくれたのが、俺お酒飲みすぎて残金なくなった時にお金をなんか T シャツ買いたいから、この今着てるね、企業さんの T シャツ買いたいから、はい、もう手持ちなくなってます、下ろしてきますって言って行ったんです、近くのコンビニに。下ろしてきて帰ってきた時に一番最初の話しかけてきたのがアイドルの子で、お金下ろしてきたんですかって言われてそれどういう違う狙いなかったかな、営業上手ってことですね。しっかりしてんなと思って、そこは酔っ払ってても覚えてんだよ俺、それが一番心に残ってて、それがあ、お金下ろしてきたんですかって言われてここだけ早いなと思って、このアイドルいやびっくりしたよ、なんで今話しかけてきたと思ってもしかしてATM 後ろまで見てたんじゃないですか。ねえ、確認して、しっかりしてるよね、スキミングされてる可能性、めちゃくちゃしっかりしてるよもう仕事してるなと思いましたよ。そんなこと言ったらね、あれですけど、仕事大事ですから。楽しかった、私は日曜、日曜だってその、あ、そのミルクキーサンズグッドでやって、そう、国際通りで弾いて、あ、そうそうそう、その合間に俺一人でちょっと衝動的に国際通りでストリートライブをちょうどトランジットモールで、トランジットモールで車も通ってないところなんで、国際通り日曜日は、いや、ちょっとケーキ漬けに一曲、鳩も飛んで、鳩飛んでた、バサバサっとね、もう平和の象徴ですよ、歌ったよ、ミルクキーのカバーで沖縄知って、ちょっと頑張ってきましたけど、そっからスパークして、そこまで飲んでないですか。飲んでないよ、ただ着いた瞬間飲んだよまあ飲むしかないですもんね、もうそうなったらね、我慢してたのがはっきりしたんでしょうね、ライブハウスから感謝されるぐらい飲んだよこんなにお酒飲んでくるありがとうねって言われたのちょっと覚えてるんだよ ねちょっと覚えてる、ギリギリのところで女の酒飲んでくるありがとうねってなんか言われた気がする。まあいいじゃないですか。いや本当、岩瀬さんと木岩さんとマッキー、そのね、イベントのみんなってね、ちょっと楽しすぎて、私もとっても楽しすぎて、アイドルもいるし、まあどんなし帰ったか覚えてないよね。なんでホテル取ってたんですよね。ホテル取ってたからさ、帰れる、よく帰れたなと思って、もうホテルのベッドじゃなくてちっちゃいソファに座ってた起きたら、それホテル取った意味ないじゃんと思ってホテルの料金安くしてもらった。荷物もちゃんと持ってた、ギターとかも持ってたし、だけどドアは全部開いてた鍵を差して開けたまま開いてた。ホテルの意味ないじゃないですか。全然ない。吉本さん、ベッドとかあるのに床で寝ちゃうタイプですもんね。そう、確かに毎回フローリングとか寝ますもん、なぜか。やっぱ冷たいところが気持ちいいタイプだ。でもちゃんと書いててよ。あ、もうそれはもうそれ普通なんですよ、吉本さん。でもなんか帰るの普通なんでなんか結構、まあでもよくたどり着けたなと思った自分でも30何号室のちょっとだけくねくねしてるんだよ。よく分かったなと思って、もう怖いもん、別の人の部屋とか行きそうで。あ、でもちゃんと帰ってました。あのホテルっていわゆるラブホテルとして使われてる。あ、そうそう、そういう、その後のところ、他の部屋行ったら大変なことになりますよ。なるよね、まぐわってるところにいや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 、あっちはもう、あ、まあ、そうね。でもホテル名は明かせないですけど、うん、有名な、まあでもコザの幽霊ホテルといえばっていう定番なんですね。定番、本当に事件があったとこだから。あ、そうなの。そうそうそう。でも大島テルとかに乗ってんじゃないですか。うん、乗ってたよ俺知ってたよでもそれどころじゃなかった、俺の方が。あ、もう圧倒的に下田の方がもう優勢です。そうなった場合優勢ですよ。もう全然、もうなんだろう、出てきたら出てきたで乾杯するんじゃねえかぐらい、多分水鏡レンですね、これもレベルだったはず、多分向こうもなんか、すいません、ハイボールで
そう怒るはず多分めちゃくちゃあそっかちょっとすみませんあのさっきの話なんですけど、はい今日ちょっと拾いますよちゃんと頑張って、ツイキャスの方山さんからですね北海道の氷点下最高ですよって来てますね氷点下ライブ山さん北海道の人ですからねそう北海道の人なんでね多分酔いも冷めますよ外出てその寒さ冷めるんだったらいいですねまだねでまた飲めるっていうまあ隣の店に入って多分マジでそうやってホテルまで戻ればいいんですよこれちょっと保護者がいないと私はそうですね、しっかりした冷凍保存されたままちょっと戻ってくることになりそうなので写真で戻ってくるそうっすよね氷点下でのライブとかどうですかっていうことで怖い怖い怖いちょっと多分カチカチなんでもうギター弾くとかじゃなくて指が落ちるとか壊死するとかまあでも意外にホテル帰れたぐらいなんで帰れるのかな北海道冬まあ状況によると思うんですけどめちゃめちゃ風強い人がもうなんか暴風吹くぐらい、うん、吹雪って言うんですかねああいうの、うん、あそうもう前歩けないぐらい最近あったホワイトアウトもうなんかそういう雪降って目の前見えなくなるとかそう結構最近あったみたいです、ね、沖縄の素人が行ったら確実にあの命を落とします、ね、いやもうダメでしょ私ダメでしょ絶対下野さんがもう雪の中でもう石像になって動く石像じゃなくて止まった石像になってダメだよもうちょっと怖いもう北海道はちょっとダメということで大丈夫ですみんなで行けば大丈夫ですよそうだよね、うん、だそうしあのいつも保護してくれる浅戸浩二さんがいれば大丈夫です浩二さん一番信用できないよもう東公園おごったのにいいよもう東公園と投資は関係ないよあのみんなあの縄でつないで体をそうしよう一列になって歩いてほんとそうしようもう行くんだったらもうさながら八甲田さんのあの行軍みたいにもう皆さん命の危険がありますからちなみに今日はい、どのコーナーとかそういうのでもないんですけど紹介したいメールが1個あってあーメール来てます、はいはい、ありがとうございます、はい、ちょっと紹介したいんですよねこれちなみにメール送ってきた人はまあ中花さんなんですけど中花さん、まあ、本人特定されてるか特定されてることを気づいてるか分かんないですけどそんなこともあるんですか怖いですね鈴木よりのペンネームとかもなしのだったんでもうそうそうあのメールの何ていうんですかプロフィールというかああ本名になってるんで本名いいです全然本名でもこれを隠してないってことは多分言っていいんですよねそうですね、まあ、結構コザのライブハウスに出没してた子だと思いますどういうことそんな中村さんラジオで投稿でしょだってこれメールもそう先週ツイッターとかでこの年末だしこのなんか年末にあったなんか話とかをメールください的なことをこうツイッターに投げててその後にメールが来たんでそういう年末年始とかクリスマスとかそういうなんか思い出をなんかメッセージくださいということで出したんですよでそういう関係のメールですねでそれでなんか文章もなんかいい感じで綺麗にまとめられててぜひもうお願いします多分この人喋ったことないんですけどこの人絶対面白いと思います喋ったことない喋ったことない特定して喋ったことないもうそれはそれで面白い話だねな多分あのキータンとか仲いいと思うんですよ絶妙なあなた聞いたんで名前がこういう名刺出しちゃった名前が出てきましたねいいって大丈夫ですよ彼女アーティストなんで、はい、じゃちょっとメール一つ紹介しますね、中村さんからのメールでタイトルは年越しは一人あいいね、これはあれですね過去の年越しの話のエピソードですいきます大晦日に親族で集まり、はい、年越しそばやごちそうをワイワイ作っていたのに、うん、高齢のおばあちゃんがぎっくり腰にあうつお救急車を呼び私一人を残して親族総出で救急病院へえ全員でじゃあ一人になったんだそうですね仲間さん残してみんな病院に行っちゃったとなるほどそしてみんなで作ったごちそうやそばを食べながらジャニーズカウントダウンで年越しジャンプするも一人一人でしょうねみんな言ってるしさっきまでの騒がしさが余計に虚しかったけどあ分かる片思いしてた男の子から明けおめメールが届いて泣きましたちょっと待ってそういうことなんですよめっちゃいいじゃないですかちょっと何これめっちゃいいしなんかこうすごいなんか情景が浮かぶというかなんか年末ってそうなりますよねこの年末って
しかもあの同級生が案外他で集まってたりするとすっごいなんか悲しい気持ちになったりして、俺何してんだろうみたいなので、でも無理にどっかに行こうとしてもなんかそういう日に途中で帰っちゃうというか、そういう日に限って家族全員大集合してるとか、あんまり来ない内地から来てる兄貴来てるとか、わかる。それでそのまあおばあちゃんですか、でおばあちゃん嬉しかったんでしょうね、腰やって全員で行くのやばいね。でもその最後のオチ その好きな子からメール、それやばい、ね、最高じゃないですか。ちょっとほのめかしてないですか今のやつは。今後どうなったのか気になるんですよ、ね、その人と結婚したとかそういうオチだったら最高ですね。そう、なんかでも途中までみんないなくなったから、あのごちそうとかは食べ放題だったわけでしょう、ね、まあ確かに。何でも、まあ、正直ジャニーズカウントダウンまで全裸で食べたりとかもできます。ジャニーズカウントダウンまではこれ最高の状況じゃないかって一瞬思ってしまったけど。じゃなんかこう片思いの男子からメール、この明けおめ見てみたいな。何それ、ここ一番いいところなんじゃないですか。昔の携帯ってなんかあの人個別で着信音とか変えれたじゃないですか。あのガラケーガラケーの時代、まあ、僕ガラケー時代の話なんですけど、これはなんかそのちょっとちょっと好きな子からなんか違う着信音が来るとなんかテンション上がるみたいな。でその子ももうそうじゃないかな、新着メール問い合わせですか、うん、新着メトリアスをもう1分ごとにやるとか。まあなんか要するにこの一人でジャニーズ あのカウントダウンで年越しの瞬間ジャンプしてすごいどうしようもない気持ちになった時に好きな男の子から LINE がメールが来てもう泣けたってことなんですよ。結果いい話じゃん。もうジャニーズとかもうどうでもよくなるんですよね。もうめっちゃいい話じゃん。やっぱ最後は愛です。いや明けおめ LINE メール来るって役割サイン。これ明けおめメール脈ありかというとそうでもないはずです。確かに友達だったらやるもんね。多分あのするかもしれない。こなれた子たちはあのこなれた子たち定型文をパン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 ってもうあの定型文何十人かの男に送れるんで。友也なんでそんなの知ってる、そういうこと。友也はなんでいつもそういうことこんなに詳しいの。そんなバカな。やってた側なんじゃないですか。こなれたことです。何十人定型文パンパン言い過ぎでしょ。もしかしたらもうパソコンからあのコントロール V で全部バンと何千何千で。それ言い過ぎでしょ。言い過ぎない。そうなの。そんなもんですよ。なんでそんな営業リアル営業。いやダメですよ。女は信じたら。女は死んじゃダメって話。あの何の話だっけ今。いい話だったはずなんですよ。年末絡みでその、まあ、ツイキャスのエマさん、私は年明けに神社でおみくじを引いて大吉だったのに帰りに車に轢かれて即入院しました。それ森とトーマスじゃないですかもう。すいませんちょっと笑いでやったりしてください。割とキンキンの話。まだ初作ぐらい笑えるんですよ。してくださいもう。でもエマさん来ましたね。定型文で済ませることやってました。やってる。トモヤ正解。ほらもう嘘だ。そういうことですよ。もうトモヤのこといつも信用しないつもりだったのに信用するよ。いやトモヤが言うから間違いないんだ。エマさんのおかげであの僕はだいぶ信頼度がアップしました。嘘つきにならずに。トモヤは言うこと間違いないね。いつもこんなこと言って。そうなんですよ本当に。いやもう散々地獄を見てきましたからね。もう、ね、年末クリスマス近いんでそういうなんか男女吸ったもんだがですよ、ね、この世界で、はい、たくさんやってますよ。ぜひこのあの仲間のさんにその片思いの彼とどうなったのか、どうなったのかっていうのをちょっとまたメール続報をぜひ待ってます。それ次第ですね。それ次第ちょっとこっちのなんか対応も変わってきますんで。そうっすね。おっと、ちなみにあの今ツイッターからあのはい読めないんですよバンド名が。イスーって読めますかねこの人。イスーですね。イスーっていうのか。さっきあのイーライブしたバンドでしょ。なんかアルファベットで I と S と W って書いてるんで。多分バンド名イシュイスー。イスーですね。イシュイシュの人が北海道行くんだったら俺も行くよねと。あ優しい。誰だろう。あ誰か分かんないですけど行きましょう。多分この人寒さに強いはずなんで。寒さ。あのなんかなんとなくこう心配だったんですけど、はい、
ぼったくりの店とか連れて行かれないかっていう心配だけはちょっとなんか分からないですよ、この人が誰かは。ぼったくられがち。大丈夫っす、僕らには友也がいるからあ、最強の最強の最強の法の番人が。はい、大丈夫っす。もう公共機関を何でもうまく利用する人間がいるので税金をうまく使いました。大丈夫です。この前もそうでしたし全然。おあれじゃない、曲を流すコーナーあったんじゃない。そろそろ行った方がいいですよ。そうっすね。今日はですね、私が持ってきました、お家から。あ、いいっすね、お家から。はい、どんなあれなんですか、その意識、なぜ、うん、今後、まあ水曲よく、ね、懐かしのバンドって言ったらあれですけど懐かしの、まあ、今日はガンガン今やってるバンドですね。バンドだしガンガンラジオもやってる方のバンドをちょっと今日は訳があって持ってきました。シャーロン・トゥ・ザ・スカイ、魂さん、直樹さんとアロケの方で番組もやってるので。あ、やってますね。バンドマンとしては本当にロック玉手箱、ロック玉手箱もやってます。で、ちょ、魂さんなんでかっつったら、日曜日さ、日曜日か透明感電話来たの。日曜日もうさ、飲んだ後もさ、LINE とかがカオスだっけよでどういうのやばいっすか、内容が。っていうかこの日一番意味わかんなくて、ちょ、一通は中さんが職場の人に電話してて結構汗かくやつなんでと思ったけど焦りの汗、焦りの汗ですよ。なんで僕は記憶ない時にこんなことやってるのかわかんないんですけども、一番謎だったのが、みんなに電話してるんだったらいいんだけど、 LINE 見たらなぜか魂さんに着信入れてるわけだそれまあまあえげつないですね。普段連絡取る方ではないし、ちなみに魂さんって結構 LINE でも検索しないと出てこないぐらいの人だし、むしろどんなして着信入れたのかなのレベルで。ただ、まあ、なんかそういうあの共通のつながりとかそういう話になったんでしょうね、イベントにいた人と。いや多分そこまでまた回ってないはず、共通の話の人多分絶対いないはず、あの場にはなんかのバグなのか、いや本当にそんなもう分かりづらい話じゃなくてもうめっちゃ浮いてるわけさ、僕の LINE のこの中に絶対に連絡取らないはずのサマシーさんが入っててなんか絶対連絡取らないって言い方悪くないいや言い方悪くないですよ。ちょっと普段の絡み今あるわけじゃないんですけど、プライベートでそんな頻繁連絡取るわけじゃないんですけど、下田君昨日着信入れたって丁寧に返してくれてて、次の日になんか危ないことあったんじゃないかと思ったんじゃないですか。でしょうね。あ、なんか最近携帯変えたから、あ、ちょ、最近とかじゃない、昨日変えたから偽下田かと思ったっていうのがたまたま最近下田義行と偽物で吉田下行いますからね。ありますからね。フォロワー数は圧倒的に向こうの方が多いですけどそうなんですよ、有名なのが偽物だから。ほぼ外人という、うん、あ、ちゃんと酔っ払ってて間違えたな、たまにすいませんって送って。いやでもシャマシンさんはもうすごいスーパーイケメンなんで、もう了解、いや、かけろみたいな帰ってきてるんですよじゃあちょっと下田、曲紹介の方曲そうですね、今日のライブを久しぶりに見に行って思ったんですけど、まあ、全くぴったりの曲があったので、今日はこの曲かけてほしい。ロックンロール is not dead よっよっよっ。どんなに悔しいことがあっても、どんなに悲しい夜だとしても、ロックが死んだと誰かが言っても、俺がここにいるから、ロックンロール is not deadI'm not the only one.
and roll is not dead. Rock and roll is not dead. Rock and roll is not dead. Rock and roll is not dead.今の曲がショーロン・トゥ・ザ・スカイのロックンロール・イズ・ノット・デッド。そうっすよ、もうバッチシじゃな い, いや完璧っすよ。なんで酔っ払ってかけたか知らないっす、魂ですね。それどうにか追求したいっすね。いや本当に分かんない、でも本当に理由ないんじゃないか。今度 こっちに来てもらってね。マジで分からないよ。魂さんは来てもらうのも全然ありです、もちろん。もうそこはロックンロールですか。本当にそういうのは現場に来て追求した方がやっぱりこの追求っていうか追求はないですね。追求されるべくは下田さんですから。いやもう全然謎に包まれてるんで、なんで急に魂さんだったのかわからないので、今日はちょっとちょうどいい、いろんな意味を込めてというか、違うけど昔からファンで魂さんですから。まあ別に失礼なことしたわけじゃないですからね。全然違いますよ。だって人って連絡来て嫌な気持ちになるのって嫌いな人からの連絡だけですから。友達から夜中に着信したらあ、でも嬉しいよ。つらいなんだろうっていう。そう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 。電話来たらね、嬉しいっすよね。最高っすよ。あまりにも夜中過ぎたらちょっと心配になりますね。なんかあったのかなってなるけど。なんか仲のいい友達もしかしたらなんかあったみたいな。よくあるけど、だいたい飲んでるから恋だから。自分のやつもそうだから。俺魂さん飲んでるから恋って言うとしたかな。ちょっと危ない、それ危ない。小座にいたから。ちょっと危ないね。そのノリで。小座にいたから。小座魂さん結構小座にいる気がするもんね。あの辺だよね。あ、魂さんと飲みたいから呼んだのかな、じゃあ。いや、そう多分捉えましょう。そうじゃないですか。そうかもね。だってそれ以外に思いつかないです。ラインでももう必死に探さないと出てこないぐらいのなんていうか位置にいたんですもんね。この履歴が全くなくて。はあ、ははあ、は。そうそうそうだよ。そっから選んで探して。連絡してるってことは、そうそうそう、もうそれしかないですよ。ああ、ロックンロールイズノットデッドですよね。で多分言いたかった、多分それ、ね、そのためだけに、そのためだけに、その可能性全然ある。愛の歌とか聞きたかったですよ。愛の歌、そう、愛の歌って言いたかったがものの今日はこれにしました。いや、そうですよ。今日はこれにしました。あの歌はもう CM でいっぱい流れてるんだよ。そうね、そうだね。いやもう後ろでかけながらトークします。もう本当に先輩が優しい人ばっかで助かる。それは下田さんだからこそです。いや違うよ、下田さんが気づいてきたものが違うよ。
みんなを優しくさせるんですよ。違うよもう。いやよかった。あちょっと先輩つながりこんなこと言ったらあいや告知告知そろそろいいですか。あ一発いやまだ45分ですよ。いっかじゃいやちょっと焦りすぎですよあっという間に54分になりますよ。待ってちょっともうねちょいろいろコーナーそれよりもあの今日アイパーが着てる T シャツが気になってるんだけど、はい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 、本当だねこれ。浦添選抜ですよ。な何の選抜なの何の選抜なのあボーリング。いやそれ町田とボールのキャラクターでしょ。町田とボールのキャラクターなんですけど赤字マインスで書いてるよ。じゃこれを、話すると、まあ、水巨連にいるはじめさんとかがなんか釣り好きじゃないですかギャラリーがちょっともうあの日本酒進みすぎてバカなってるギャラリー僕ら総無視もうここに飲みに来てる状態になってますね。いいですよいいんですよ。それぐらいがもう大の字見えてる人いますね。水巨連って言ってるから大丈夫ですよ。あの FM 那覇の前ちょっと広いんでねあんまり全然多少は大丈夫ですよ。ちょっとしたちっちゃい小学校の 教室ぐらいありますからね。そうそうそう全然離島の小学校の。うわもうこいつら控えめにてバカだなもう分かりましたよく分かりました。浦添選抜のね赤字マインで浦添選抜っていうのはその僕の兄貴が昔洋服屋をやってた時に僕の兄貴長男がいるんですけど、あちょっとはじめさんと同級生で、はいはいはい、一緒にやってて洋服屋さんを、はい、でそこなんかミドルねミドルミドルミドルそうだったそうだった。でなんかまあ聞いた話ですけどその赤島に釣りに行くということで、あ釣りでなんか釣り行くからなんかそういう感じでなんか T シャツ作ろうかみたいな感じで作って、で俺がその兄貴の店に遊びに行った時にこれ買うって言ったけどなんか俺の兄貴はこれいるかみたいなこれ自分たちこれ買うばみたいな。T シャツ屋さんだからもうこんなのパッて作っちゃうんだね。パッて作ってなんか釣り行くためだけのためにだけ作ったみたいな。これは別に部活とかじゃないんだじゃないじゃないです。ただのなんか確かにこれ部活っぽさ半端ないでしょこれ。アイパーはなんかの選抜なのかなぐらいのレベルのやつ。全くそういうなんかあのスポーティーでもないしただなんか浦添選抜のがやっぱ好きで地元が好きなんでやっぱり僕浦添好きなんで。でもニンニがいるかって言われたぐらいだからアイパーの趣味なんでしょうね多分、まあいやこれかなんか売り物としても置いてなくてほぼ そうだよね多分ちょっとなんか置かれてたもので俺これ買うよって言って。なるほどね。物持ちいいんでこれ多分10年ぐらい着てるんですよ俺。はその割にめっちゃ綺麗だねこれちゃんと洗ってるんで新品っぽいよちゃんとしかも白シャツでこれを綺麗に保てるって。あちょこれピンクなんですよ実は。あピンク薄ピンクぐらいだ。あなるほど内地の桜ぐらいの色ですね。あなるほどそうか、あそうか、まあ確かに言われてみたらそうかもしれない。そう、そういうなんか T シャツで、まあなんか T シャツが映るっていう話もあったから、あるお気に入りのものを着ていこうと。先週だっけ、そういう話先週そういう話をしたんで。白とピンクやるやるやる。ちょっと島さんもちゃんとあれですよね、先週のイベントのもうやっぱり。あ、そうそう、ノービアの企業さんのもうイベントのたんびにシャツが増える。しかも、もう酔っ払ってノリで買う。全部3000円大体は。そうなると大体もう。T シャツの色が白か黒になってきますよね。いや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 、それがね最近結構いろいろある。いろんな色が結構いろんな馬長の T シャツがあのターコイズのなんとか色みたいワンチャイのやつも。あーワンチャイのあの私今週一でなんか買ってる気がするもう自分も今日これあのバンドのえブラックバックっていうバンドのちょっと YouTube とかツイキャスとかで見たらみんな結構ね いつも違うシャツをつけるんでここからよ心がけよ。あれでも結構毎週違うの心がけていきました、ね、本当にそんな話もいましたけどさ、なんかだからやっぱビッグボスも言ってますから身なりは大事って。あそうっすよ。ビッグボス説得力あるなさすがな。という意味ブラックバックは先週来てたグーフィーズホリデーとか多分仲いいんじゃないかなと思うんですよね。やばい。あのシャーベットとかサムやってた岡田さんのバンドですね。いやもう智也よく知ってるどっちかっつったらかなり怖なやつだめちゃくちゃ。しかもそれ T シャツじゃないじゃんもう普通にパーカーパーカーじゃんパーカースパー&カーで多分レベル高いやつでしょそれ絶対。パーカー買ってでなんか俺入金した記憶なくて冗談本気でこれあの今本人聞いてたらちゃんと考えてほしいんですけどただ酔っ払ってる間に入れたのかなとかいろいろ思って振り込みしたり何したりでそれ全然わかんないけどとりあえずあの入金ありがとうございましたみたいなメッセージが来てたんですよ。あじゃあしてるんですよ。おそらくあのしてるんそれやったの多分羽沢さんなんですよ。あのギターのはははサムのギターの羽沢さんがやってるってなん
かネットに書いたんでそれは、ね、じゃあ払ってるんだろうと思って払ってるんですよね。それみんな一緒なの、やっぱ酔っ払って買っちゃうの酔っ払酔って買ってるんで、あの、ね、酔っ払ったくない物販悪魔だね酔っ払ったなんか2000円とか安く感じますもんね。3000円とかいやもう買うよ。だってもうだから今回に関してはもうお金下ろしてから買ってるからねあそれを悪魔だよ。マジでいやでもツアー版とかの物販買うの大事ですよ。でもそれで回るんですから。あ、わかります。あでもその後に後悔したことは一回もないですね、うん、むしろ買わないで後悔したことはめちゃくちゃある、うん、あ俺もめっちゃ多いっすそれ。めっちゃある。あの買って後悔したことは一回もない。もう買ってよかったとしか思わない。買わないで後悔したことは数えきれないね、うん、うわ俺がバカだと。それを思えるんだったら俺がシャバかったと思う。ぜひもう無理してでも買うぐらいが絶対いいですね。ほんと水鏡レンティーもね皆さんも。あそう水鏡レンティーやつもなんか今気になったら買うべきだなと思って。水鏡レンティーはもうそろそろ在庫がないです。あもっとすりましょう。僕あの行きますんで注文待ってます。希望があればちょっとあの今回黒とバーガンディーとネイビーだけ作ったんで今回ボディを。あはいはい。次あの結構奇抜な色もいこうかなと思ってます。ワンチャイっぽい感じのカラーであのあれ、ね、ライムグリーン、ライムグリーンっていうかなんていうんですかね、ピンクのもの今流行りというか。そうそうそう、馬長と色が似てたそうなんですよ。おじさんがつけにくいカラーリングってやつですよね。あれね、そう今2着持ってるんだ私でも自分はめちゃくちゃ好きな色なんでいいんですけど。あ、来週の告知をそろそろした方がいい。あ、今週あ琉球主演。そう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 。あそうぞ、もう52分あの今週土曜日にコザのレミズで琉球順位ありますので、まあ僕らニードリルユーザーももちろん出ます。もう いろんなパート出ますよね、もうと鳥なんで11時過ぎの出番ですね、はい、多分友也さんは酔っ払って記憶ないままギター弾くでしょうね。そのパターンですね。昔レコ発でギター追ったよねそうですね、レコ発でしかもそれ記憶ないっすって、今からっていう時に。しかも折れたことへこんでたっていうことです。めっちゃへこみました。翌日ケース開けたらギターめっちゃ折れてて。折ってたよなんでって思って。折ってたよライブの最後でいやもう二度はさ、今まで見た最低の演奏がそのレコ発でした隣に見ててでしょ、ね、めっちゃ下手と思って。多分全員記憶ないまま。ないでしょうね。で先週のライブが一番良かった演奏もうこの2つだけ覚えてる。先週もまあまあまあいろいろボンミスは多かったですけどね。いや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 、もう全然もうやっぱコロナ明けの集中力なのか分かんないけど、それは誰も分からないけども、見る限りはめちゃくちゃ良かったので。でも下さんもチャーリーさんがドラム個人で入ってるからですから、はい、下さんは告知ないですか。告知あるよ。今週末の今週末の友達かぶってるよ。12月18日土曜日、バー夜泣きにて、メカルジンさん主催のイベントに私出ますね、うん、私と金城くんと金城小町くんとメカルジンさんということ でお互いの曲をカバーし合うっていう話なんですけどね。いいじゃないですか。はい、ちなみに私はそんなオリジナル曲はチンコマラ不思議とかしかないのでチンコマラ不思議まあまあ来てくれれば分かります。もうそれ楽しいっす。まあ那覇にいる人はそっち行って、コザ、ね、にいる人はレミス行って、そうっす。で最後はもう夜中みんなでどっかで合流してパンパンパーンと。そうこの日はね、あんあんが半額なんでね、肉がやばいな、巻きしですね。巻きし店です。巻きし店なので、皆さんじゃあちょっと夜の12時に、巻きし店あんあんに集合ということでいいと思いますよ。全然これでじゃあ最後にやっぱスポンサーの紹介をお願いします。そうですね、この番組はスポンサー以上、提供いまして、浦瀬のバー、フード&バーセントヒルと、沖縄市のライブハウススランバーで、まあ、提供もらってるんで、毎週、まあ、一応行ってるんですけど、お近くに来た際は皆さんライブ見たりバーで酒飲んだりといろんな使い方をしてください。いつもありがとうございますということで、はい、また来週。本日も楽しい時間をお送りしましたけども、お相手はアイパーとトモヤと下田です。初めて自己紹介しました、ラジオ始まって。そうですね、やるよ初めてしました。確かに、いや最初ぐらいしてたよ。いや一回もしてないです。多分してないです。いや一番最初の、あでも最後ではないか、なんかやってた気がする。そうです、ちゃんとやろうだけど、毎回なんか結局始めたらもう無視してみるやつ。いいんですよ、まあ、俺も忘れてるし、みんな
やりましょう。でもあの今日来てたイスーってバンドの人誰なんですかね、北海道行くっていう人。イスーですか。あイスーはイスーってちなみにスポンサーのスラムバーと関わりないですか。があります。ありますよね。でということであと8秒で終わります。あ私たちはえスポンサーのスラムバーと皆さんまた来週。もしかしてイスーってもしかしてもしかしてあれ問いかけてみてください。ツイキャス流れてますか。まこちゃんはいつもねこう押し乗ってくる。もうプロだね。皆さん本当に今週もありがとうございました。また来週。来週はあのあれですからあの収録していいでしょう。6時から収録と。あ流れてるね今。そうだそう流れてますよ。だからそれを終わった後にツイキャスっていう話ですよ。あちょっと来週収録っていうのは来週の放送はいや再来週分を収録します。そうそう年末の生放送できない、ね、早めに来て収録してもう一回生放送だ。最終日が収録になっちゃうんでもう事前撮りして2時間後に本番をまた。